こんにちは、岩田書店の岩玉です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で一枚選書をやっている岩田書店の中の人である岩玉がただ喋るラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのお供にどうぞお楽しみください。新年明けましておめでとうございます。岩田書店の岩玉岩ラジオでございますというテンションで始めてみましたけれども、先週はですね、お正月だったので、2022年1万円選書売上ランキングとかっていうのを3日間連続で、やっておりました。他社さんとね、だいぶ違うランキングになってますので、よければ見て参考に、ね、お読書の参考にしていただけると嬉しいなと思います。いやー、ちょっとマイク問題が実はまだ解決してないというんですかね。あのマイク、前に使ってたやつが壊れまして、まあ良かったんですけど、新しいマイクを買ったんですよ。なんかこれ音変じゃない今ね、このなんかこのノイズ除去っていうボタンがあって、それをちょっと押してみると、こうちょっとなんていうのちょっとこもっちゃうのよね。で戻したんですけど、探り探りです今やだー、どうしよう、前の方が良かったなーって今思ってるんだけど、安いのを買ってるからね。としてもね、やっぱマイクもお高い方がいいんでしょうね。当たり前のこと、当たり前の感じで言いますけれどもね、やっぱね、値段に比例するものってやっぱ世の中に多数あるから、そういうの一つかなってちょっと今思い始めているところでございますこういうのもね、でもやってみなきゃ分かんないからさ、ということで今やってみてる最中でございますね。人間って慣れるから、でも2023年ですよ。今年はね、去年は私ほとんどゲームしなかったんですよ。突然ゲームの話ね、ゲーム好きなんだけど、でも今私一生できるゲームって思ってるのが2つあって、マインクラフトとスイッチね、任天堂スイッチのやつね、マインクラフトとブレスオブザファイヤー、違うブレスオブザワイルド、ゼルダの伝説ブレワイ、あれは一生できるゲームって私思ってるんですよ。でそのゼルダのだってさ、ゼルダってさ、スイッチ発売と同時ぐらいに出てたじゃん、確かね。任天堂スイッチ自体が生まれた瞬間にもうゼルダの伝説ってあったような気がするんだよね。最初に買える中にあったか、その直後に出たか、どっちかだった気がするんだけど、それを未だにやっても色褪せないっていうかね。いや、あれはもう神ゲーですね、本当に。オープンワールドっていうの、本当にマジでオープンじゃんって思わせてくれたゲームですよね。でまあまあ、それの続編が出るのが今年なのよ。いよいよゲームやっちゃうみたいなということでね、ある日突然ゲーム配信なんかを始めてしまう可能性もあるんですけど、あ、ゲーム始めたんだなって思ってくださいゲーム配信するにはちょっとまだ機材っていうか、このパソコン周り多分足りてないんだよな。任天堂スイッチのドックが必要なんですよね。画面を取り込むとかはキャプチャーとかいろいろあるからできると思うんだけど、ドックが必要かなって思ってる。いや大丈夫です、頑張ります、なんとかしてみせます新年早々だったかな、ノートパソコンの調子が悪くて、なんかね、起動画面みたいなさあるじゃん、青だか緑だかもう忘れてしまって、電源つけたらあれになっちゃってて、それを無限ループするっていうね、ちょっとダメな症状になってて、で今それ困ってるという話です。でまあ年末年始何をしてたかというと、岩田書店はがっちり、12月31日から1月4日までお休みをいただきまして、昔はさ元日しか休んでなかったからね、頭おかしいと思う私よくやってたねって思う。だって
営業日ってさ1年間365日分の1月1日しかお店休まなかったんだよ。いやちょっとどうかしてる、うん、いやそれが頑張ってたってことですけどね。で頑張っただけやっぱその開けてたら人が来たんですよ。人口も多かったし、いや今はもうね、なんせあの今中休みあるぐらいですか、中休みという名の休んでないんですけど、あの店一旦閉めてるっていう、ね、それぐらいやってもいいぐらいのね、うん、あの感じなんで、いや頑張ってますまあそういうこともあり、あと社長もねもう、来年かな年男、今年うさぎでしょ、で牛トラウタツタツ年なので、社長早生まれ3月3日生まれなんですけど、来年が年男なのでね、おじいちゃんでしょ、だからあの痛むのでなるべく痛まないようにこう休みも取れるようにして何年も何年もかけて今の形に今のところ落ち着いてるというね、営業形態でね。でまあまあ休んで、でその後もね12時までとかっていうスロースタート、結局荷物が入らないんですよ、雑誌書籍運送が止まってね、で、荷物が入らないので、まあ、それに合わせながらこう通常営業開始という感じでねやってんすよ、はい、で私も昨日本当はこの岩ラジオもね、あの正直に言うとあの火曜日、毎週火曜日っつってんだからさ、毎週火曜日にあげるはずだったんですけど、録音してさ編集しようと思ったらこのマイクの調子がほらさっきの変な音声でずっとなってて、あーどうしようと思ったんだけど、もう撮り直しした方がいいなと思って、もう全てを忘れ今撮り直してるとこなんですよ。あの何喋ったか覚えてないんだけどさ、まあ多分年末の話したなぐらいの感じで今ちょっとねあの遡ってます。そう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 、それってですよ。でね、1月4日何の日かって言いますと、本屋大賞知ってるでしょ、あ皆様、本屋で働く書店員が選ぶランクキングですよ。その締め切り、第一次投票の締め切りが1月4日でした。いやー迷った、最後までもうね2作品はこれ行こうって思って決めてたんですよ。ただ最後まだもうちょっとだけ時間あるなと思って読み始めたやつがまあまあ面白くて、あどうしようってなって最後頑張って読み切って投票しましたという、あのね本当世間のランキングとかはかすりもしないのだと思うんですよね。私はねあのこの漫画がすごいっていう宝島社さんで毎年やってるあれにもここ 2,3 年参加させていただいてるんですけど、あれの時もあのまだあんた同じ漫画進めてんのみたいなのが私なの私なの。皆さんはね多分ねなんていうの、やっぱり名前も出るし、各いろんな業界の方が参加してる、で書店員が選ぶとかコミック担当が選ぶとかもあるし、漫画家さんとかタレントさん、お笑い芸人とかいろんなね人が名前出して投票したりしてるわけですよ、ね、その中からあのやっぱりさ人ってこうなんていうの、すごくあのまあ、もう前提条件件として言うんですけど、あの私こう性格が悪いのであのなんていうかな、やっぱさそういう、ま、顔とか、ね、なんていうの、名前出しでね、あの漫画担当の人が1位ワンピース、2位呪術廻戦、3位チェーンソーマンみたいなさ、あーみたいなジャンプねみたいなとかさ、いいんだよその3作品はめちゃめちゃ神の作品だから私は好きなんだけど、かちょっとやっぱりさ、そんな漫画あるんだとかさ、あそれ好きなんだみたいな風に思われたいじゃないですか人はね、わかんないけど私はちょっとやっぱそう思われたいって思っちゃう部分もやっぱあるじゃないっていうさ、なるほどねみたいな、そこでさそのなんていうの、誰しもが知るね、誰しもが知るってことはめちゃめちゃ売れてるってことだよ、めちゃめちゃ人気があってめちゃめちゃ売れてる本を選ぶっていうのはさ逆に勇気がいるっていうか、なんかすごい素直で私はすごく好感が持てるんですけどあの、うん、最高だなって思っちゃうんですけど、
でもやっぱりね、そういうみんなが知らないような今年こんな作品を発掘したぜとかさ、あれ一応ね決まってるの、1年間のそのね、あの期限内に新刊のコミックスが発売された作品ってなってるので、だからあの新刊が出てるからワンピースとかもあるよね。で古い漫画も入れば、あの新しいねニュータイトルも入るっていうことで、でまあ私はあのもう定番で絶対に外せないっていう作品っていうんですかね、いや外せないわけじゃないんだよな、やっぱね漫画も歴史だから、その、ね、今まで何回も何回も読んできて成長してね、作者と一緒に成長していくわけよ、読者もね、作者、うんうん、キャラクターとね、だからさそういう思いも乗るわけじゃん、そういういい作品っていうのはね、だからそれをね、なんなら俺らが育ててきたんだぞくらいの、育ててませんけど応援してきたから、そういう思いも込めて、そのなんていうかな、うん、あの歴史のあるね何回も出てる作品を私は選んでしまいがちというかね、好きだから、いや違うの、単に好きだからというさ、やっぱでもあと発売のタイミングもあるよね、その締め切りの直後に出たやつは結局1年間ぐらい寝かせて投票しなきゃいけないから、私1個そういう作品があって、でもすっごい好きで、あ全然普通に名前出していいんですけど、あの先日 NHK でドラマ化されていた作りたい女と食べたい女っていうね、湯崎坂臣さんの書かれるあの作品好きすぎて、でねあれね、タイミング的に去年も今年もそうだったんだけど、その締め切り直後にねコミックスが出ちゃうっていう言い方あれですけどなんですよ。でも私は1年間その気持ちを持ち続けて満を持して投票したのよ。したらさ、もう絶対だって私今回ね、あのぶっちゃけますよ、あの1位とは言わないまでも2位とか3位に入ると思って投票してたから、それぐらい熱い思いを持ってね、あの作品に私は投票したわけですよ。びっくりした、かすりもしないのと思って、いやー本当に私はもうこうなんていうか周りを見てないというかですね、話を聞けみたいなね、違うのみんな忘れてるでしょってね、発売の時期が悪かった、だから今回も締め切り直後に3巻が出たんですけども、3巻マジで良すぎて、あの漫画読んで途中で叫ぶ声を上げてパーンって途中で閉じましたからね、一回閉じたから、待って落ち着いてみたいな、もう閉じて、もうまた読んだんだけど、もうよくてよくてよくて本当に、え嘘でしょって、100回読むったら本当に100回読んでるから、私毎日読んでるから毎日開いてる、うん、ぐらい好きなんですけど、やっぱり私はもう、こう世間の流れというかですね、そういうねランキングものには全然入れない女としてね生きていくんですけどいいんですけどねまあまあそういうさ投票ものやっぱりちょっと向いてないな、向いてないっていうか、まあ、こういう人も必要なの分かってんの、分かってんのよ、だからそういうなんか違う視点を持った人がね投票することも大事じゃないと思うのよね、多様性っつってんだからまあその、まあ、話がすごく脱線したけれどもね、この漫画がすごいで投票して全くかすりもしなかった私なんですけれども、あの本屋大賞の一次投票をねしまして、それが1月4日ですよね。でね、こっからが、まあ、大変なんだけど、あの本屋大賞ってさ、全国の、まあ、本屋で働く書店員さん方が投票する権利を持ってるんですよ。で一次投票は、1、2、3位って自分の中でランクをつけて、で1位何々でコメントを必ずつけるのよね。でそのコメントをつけないと投票ができないんですよ。ただランクだけ決めて入って投票できないの、必ずコメントをつけないといけないということは、ちゃんと読まなくてはいけないという当たり前の話なんですけど、適当にはできないっていうのが本屋大賞で、これ、まあ、今回1月4日締め切りだった一次投票ねですけど、これの集計を行って今月の20日の日に、ノミネート作品というのが10作品発表されるわけ。そのいわゆる本屋大賞ノミネート作品で、その10作品の中でもう一回投票するのその出揃ったね猛者たちの中でもう一回その書店員たちが投票できる。ただし
今度その10作品を全部読んで、当たり前だよ、だって、うん、そうやって比べるんだからさ、全部読んでから投票しなきゃいけない。ここですよ肝はね。なぜかというと、1月20日に発表になり、その日から投票ができます。二次投票がね、締め切りが2月28日です。1ヶ月みたいな感じなのよ。その間に10作品を全部読んで投票すると、でもちろんコメントをつけるというのが本屋大賞です。どれぐらい大変かっていうのがお分かりかなと思うんですけど、だからこれは私がね、日頃から思っている素晴らしい書店員さんっていうのをがこそが投票できる、権利を持ってる資格があるぐらいの感じ。適当なね、私みたいななんかこう感じの人じゃなくて、日頃からね、みんなアンテナを伸ばしてさ、みんながいいって、これ面白いよなんて言った作品に目を通しね、それを1年間コツ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 話題になった本ももちろん読み、ね、直木賞芥川賞目を通し1年間それをコツコツ続けてきた方がです。それでしたらね、要するにこの10作品に入ったうちの何作品すでに読んでるっていう状態になるわけじゃない。だから残り何作品かをチェックしてさあ投票しようってできるけど、なんていうの、私多分今回10作品中10作品読んでない自信しかなくてまだ何にもノミネートもされてないんですけど、だからそういう人間がさ、1ヶ月で10個読んでランキングつけろとか、不可能なんですよ。何もかも忘れてやればできるけど無理じゃんっていうさ。だから本当にその真面目な、ね、真面目なっていうのは、私がやっぱり理想とするこういう書店員さんいいなって思う、私が思ってるそういう架空のね、イマジナリー書店員こそ投票できるという素晴らしいシステムなんですよ。でまあその、大変な投票を終えて、でそれを集計して4月に発表されるわけです。でもやっぱり本屋大賞になったらある程度売れるっていうのも書店さん方もさ分かってるし、でその運営の方たちも本屋さん、その投票してした書店さんたちにはこういろいろね、いろいろあるんですよ。いろいろこう手配の、だって本を売りたくてこのランキングを作ってるわけだからね。だから大変な思いをして ね本を売りたいんだから、その本をちゃんと売れるように、そのなんていうの、ちゃんと手配の優先とかもつけてくれるのですよ。なので本当に各出版社とか、ね、その運営の方とかの協力、皆様の、ね、投票で本当にやっぱ本を売りたいっていうね、とにかく我々が面白いという本を売りたいんだってい こう熱い気概の、ね、ある賞なわけ、はい、なのでだからやっぱり本好きの方もね、本屋大賞はって言ってくださる方も多いしみたいな、ね、お前ちゃんと読んでなくて投票やっと一時終えてハーハーしてんのに何を偉そうに語ってるんだっていう気分に、ね、なるわけですけれども、はい、まあその投票を、一時投票を母言いながら終えましたよっていう、ただそれだけの話です。なかなかと喋ったけどね。ちょっと今回喋りすぎじゃない？やばい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 。新年一発目からなかなかと話しすぎまして、申し訳ございませんでした。いきなり謝罪から始まる、どうなの本当に。お聞きいただいてありがとうございます。本日もご視聴ありがとうございました。はい、また次の動画でお会いしましょう。したっけね、こんな終わり方ある。不思議世界。